ちょっといいですか？かなり疲れていらっしゃる。他人が怖くて落ち着かないんです。なるほど。私たちは震災で心が、私たちならばあなたの困っていること、大丈夫ですよ。私たちに任せてください。さあ、私たちの仲間のところへ行きましょう。皆さん、新しい仲間です。ここには食料も水、あなたは選ばれた人なんですよ。ここで十分癒されて、豊富な食料、明るい部屋、清潔そうな服装の人々、それらを見て私は、これは相当怪しいわね。白陽様。白陽様。はい。白陽様、新しい仲間です。おお。立派な人のようだけど、好きになれないわ。少し休まれたら、早速活動に入ってもらいます。よろしく頼みますよ。あ、やっぱり。さっき紹介されている時、ここに入れてもらえて、ここの人たちはすごいんです。としても何かうさんくさいわ。何でもここの主催者の方が事前に巨大地震が来ることを予言、
だからこれだけの準備ができたんだそうです。予言の詳細についてはここに書いてありますよ。春の時点でもう地震が来ること。ところで君はもう寄付はしてきたんですか？寄付なんかする気はないわ。なんてこと。僕は君に教えてもらったあの交通費を、こんな親切な人たちに出会えて母さんも喜んでくれると思うな。家に帰れたら母さんにもここの人たちの会に入るよう勧めるつもりです。こんなペテンが通用すると思っておるのか。わしは病気や怪我をしておる人がいると。わしは帰る。どいつもこいつも何をするんだ。話せ。さあ、危ないですから中に入りましょう。たまにあんな自分勝手な人がいるんです。気を取り直して、あなたの活躍を。白陽様と直接話ができるなんて。さあ、おかけなさい。活躍してもらっているようだね。世間では私のことをペテンシオ。このペテンシ野郎、さっさと正体を現しなさい。私のことはペテンシと呼んでもらっても一向に構わない。ならばあなたは私たちの分も世の中の人たちのために尽くしてください。ところでこの団体を私の代わりに率いてもらえない。確かに私が率いた方が良さそうね。やってもいいわよ。そうですか。これは頼もしい。世のため人のために尽くしてください。頼みましたよ。
あなたのような人がいるから。大丈夫、これは。その人をすぐに解放しなさい。え、何ですって。この男は団体の活動を否定する。いいからつべこべ言わずに解放しなさい。はい、かしこまりました。やれやれ、お前さんはこの団体。そっちへは進めないよ。そんなこと。あばよ。あなたは裏切り者だわ。みんな、代表が裏切ったぞ。ただで済ますな。裏切り者を始末するんだ。すみません、うちに帰る途中に余震があって塀が倒れてきて、申し訳ないけど私をうちまで連れてってくれませんか。わかりました、家まで送り届けます。ありがとうございます。そこで塀が崩れてきてね、この人に登ってきてもらったのよ。京子さん、うちの中で休ませてちょうだい。それとこの人に何かお礼を差し上げたいの。でもお母さん、それにその怪我、ちゃんとお医者さんに見てもらった方が。おい京子、家の中はまだむちゃくちゃなのよ。でも怪我してるし、お医者さんに見てもらえばいいのよ。お母さん、すみません。わかりました、病院まで連れて行きます。ありがとうございます。さとし、京子さん、それじゃ病院に行ってきますね。よろしくお願いします。
ちょっとあんたたち、この町じゃ見ない顔だな。このおばあさんの足の怪我を診療所で見てもらおうと思ったんです。怪我だと？
それにこの避難所は避難所を少しでも荒らしたら叩き出してやるからな。おばあさん、ルアン、先生呼んできて。どうぞどうぞ、座って休んでください。すみません、どうもありがとうございます。いや、いいですよ。おい、どうした。君か、また会ったな。先生、このおばあさんなんです。痛みますか。痛はい。よく我慢してこれましたね、ダニー。はい。動かさないようにしてください。ありがとうございます。楽になりました。体育館の診療所には。そうなんです。そうですか、困ったもんだな。西先生、こんなよそ者や外国人なんてほっとけよ。避難所のみんなは不安やストレスで限界だ。自分を守るのでいっぱいいっぱいなんだ。地元住民が寄り集まってグループを作ってる。彼らからすれば、他の町から来た避難者やダニーたち外国人はよそ者だ。先生、今行きますよ。地元住民は大分。それじゃあお大事に。また痛むようだったら声をかけてください。そうだ、自己紹介がまだでしたね。僕はダニー。
事の量が。
るけど。
勢いよく燃えてるな。おお、よっ。それでは早速ですが。水は分けますが、お礼はいりません。なんと優しい人だ。ありがとう。ありがとうございます。私も。は。皆さん、見たところ奇跡の水はなくなってしまっているようだ。ここは少し休憩をして、また奇跡の水を貯めておいていただきましょう。
Thank you.
奇跡の水ね。誰もいないわよね。こんなところで何してるんですか？もうやめましょう。こいつが外国人と話しているのを聞いたんだ。奇跡の水なんて嘘だったんだ。こいつみんなを騙してたんだよ。なんという悪人だ。この人に脅されて無理やり。なんだと。貴様、どういうつもりだ。私たちを陥れようとしたのか。よそ者のお前たち、仕方なくこの避難所にいさせてやっているのに、恩をあだで返すつもりか。もう許せねえ。みんな、ここから追い出そうぜ。いた。やっちまえ。僕は
あまり見ない顔。この数時間前に全部燃えちゃったよ。チェ、もう少し早く来れば燃えてるところが見られたのに。お前さんすごいリアクションするね。おばさん正直言ってびっくりしたよ。わかっただろう。こんなところにいても何もないんだよ。よそに行った方がいいよ。いえ、私は中に入らせてもらおうと思っています。なぜなら。商売の種が見つかるかもしれないから。こんな時でも商魂たくましいね。確かにそれぐらいのしたたかさは必要かもしれないね。まあ頑張ってみることだね。仕方ないわ。こんなところで何してるんですか。おい、おい、みんな、来い。よそ者のお前たち、仕方…もう許せねえ。